パピーリリーチャンネル。はい、パピーでございます。今日は2023年7月23日日曜日ですね。時刻はね、3時55分です。今秋田市を出発しました。なんでこんな真夜中で走ってたかというとね、なんとこれから千葉県房総半島へ行きますね。これずっとやりたかったんですよね。コロナになる以前からね、コロナになってからやれなかったんですけども、これをやりたかったんですね。房総半島一周。まずね、秋田から今7号線を南下中です。7号線で、いわきっていうところまで行きまして、そこからね、無料の高速に乗って本庄、由利本庄市っていうところにあるんですけどね、そこに行って、今度八島の方の方に抜けてきます。堀田湯の滝ですね、108号線だったかな。堀田湯の滝方面の方に走っていって、そしたら御徒町っていうの方に抜けます。御徒町の方に抜けたらね、今度13号線、国道13号線を南下して山形、そしてね、米沢行って、そこから福島へ入って行きます。福島市ですね。そこから今度ね、4号線を使って南下していきます。ね、若葉さんいう宇都宮を過ぎてね、そのまま南下していきます。で、今日は最終的にはね、千葉の野田市に行きます。キッコーマンでね、有名なね、千葉県野田市まで走ります。なんでね、野田市なのかまあこれでは訳あるんですけどね、まあそれはおいおいお話しします。千葉県一周になってしまいますね、うん、千葉県房総半島を一周ツーリング、ソロツーリングに今、出かけてきました。なんでね、今日はキャンプではなくてね、ホテルで2泊3日になります。野田市で2泊します。あと4時だっていうのにね、夜明け、早いもんですね。明るくなってきてます。はい、夜明けまで来ました。ここから、無料の高速道路を乗ります。そして本庄まで向かいます。かなり夜が開けてきましたね、できるだけね、高速は使わないで下まで行こうと思ってます。ただね、秋田県内はねまあ何回もね、いろいろ走ってますんでね、あとできるだけ高速を使わないルートで行こうと思ってます。帰りは思いっきり使いますけどもね、さあ、日本海道路入りました。これで本庄まで行きます。それでね、ヘルメットの Z ヘルの方に変えてますんでね、ちょっと私のね、防湿どの方に取らないというか、ちょっとね、前と違うと思いますんで、それご了承ください。本庄インターを降ります。
は天気良さそうなんですよ。っていうかこのね3日間天気良さそうなんですよね。その代わりめっちゃくちゃ暑くなりそうです、うん、秋田もね東北も関東の方もなんかね雨降るあれがないですね。まあ雷雨的なものはあるかもしれませんけどもね、スコール的なもの。ただね、天気がかなりいいみたいです。ただ気温がね関東の方だと34、5度36度まあなんないと思うんだけど、それだけ暑くなりそうなんでね、東北秋田の私としてはかなり大変そうです。ね、まあ雨降られるよりはいいんですけどもね、まず天候もそうですけども安全運転で行きます。でね、まあ、天候の話したついでにね、この前のあの秋田を中心とした豪雨ひどかったですね。もともと秋田県って災害が少ないんですよね。もともとそういう災害が少ない県なもんですからね、今回みたいな災害があるとやっぱり弱いですよね。国道108号線、これを八島方面、小勝方面の方に向かいます。まあ、先ほどのね豪雨の話ですけどね、ちょうどあの時は私泊まりだったんですよ。最悪な日でしたね私は水没しませんですけどもね、仲間一人水没させましたね、タクシーをね、でね、やっぱり仲間で3人床上、3人床下、それから自家用車を2台水没させましたね。秋田市内がああいう風になるとは本当に思いませんでしたね。まあ、私のところはね、本当自宅もなんともないし、車もなんともないでね、まあ、私個人としては良かったんですけども、じゃあここで話そうかな、なぜ野田市なのか、まあ、野田市を起点にしてね、千葉一周、房総半島を一周させるんですけどもね、最近私もねロケ地回りやってますでしょ、まあ、ありがとう行かせてくれるのかな、砂の器、私ねあ私去年やった砂の器、その時にね話してましたけども、こたつさん YouTube のねこたつさん、鉄道とかねロケ地回りをメインとした動画を上げてるこたつさん、この方のね動画よく見るんですよ。まあ面白くてね、でね横本製紙のねテレビシリーズありましたでしょ、あれでね井の方かな、幻の人っていう歌エンディングで流れている、シーズン2の方のエンディング、それがねこの野田、千葉の野田市でね撮影されたんですよ。まあこれをね、小田津さんの YouTube でね見てね、ぜひ行きたいなと、なんでねこのエンディングでね流れてた風景ぜひ見てみたいなと思いましてね、これが千葉の野田市、キッコーマンのね、有名な野田市で撮られたっていうのが、小松さんの動画で分かりましたんで、ぜひ行ってみたいと、前々からそういう関係なくね房総半島を一周したかったんでね、それに合わせて野田市でねその土地回りもしたいなと思いまして、今回そういう形で出かけてきました。ということで楽しみだな、1日目はね無理せずにね、安全運転でまず野田市まで行って、2日目、野
田市から、房総半島を一周してまた野田市に戻ってくると。で3日目、ロケ地回り、まあすぐ近くなんでね、ホテルの。そっからね、まあ高速、まあどっち行くかまだ迷ってるんですけどね、宇都宮方面から行くか、それとも、相馬、福島のね、長浜通りか本面を通って帰るか、まあそれはちょっとまだ迷ってるんですけども、まあいずれにしろ、ロケ地回りした後に高速を乗って秋田に帰ると、そういう日程です。さあ八島を抜けました。この先のね、あの町会の、道の駅の方でちょっと一休み、最初の1回目の休みに入りたいと思います。あとね、山の向こうはと日の出になってるんじゃないかな、これね、なんかそういう感じしますけども、まあ、やっぱりさすがに山の方に来ると明秋だと寒いですね。ちょっと寒い明秋を着てるんですけどもね、まあしょうがない、うん、どうしてもね、この時期でしかちょっと走れなかったんですよね。やっぱりね、まあ何回も言いますけどもね、組合の関係があってね、うん、なんでどうしてもこの時期になっちゃったんですよね、うん、まず暑さに負けずめげずにね、楽しんでいきたいと思います。ということで今町会に向けて走ってます。うーん、寒い寒いぞよ。あともう少しで道の駅ですね。来たかったってないや町会、うん、秋田の町会の道の駅、もう少しです。そこで初めての休憩取りたいと思います。現在今5時ですね、うん、5時になりました。だいたい秋田から、私の自宅から走ってきてね、1時間経ちましたね、うん、ね、もうちょっとね、ここ辺は薄暗い時を走る覚悟してたんですけどもね、うん、やっぱり早いですね、夜明けが、うん、まずね、今寒さと戦ってます私、うん、今度ね、暑さと戦わないといけないんですけどもねいやー寒い、思いっきり芯まで今冷え込んでる、冷えてるパピリリです。うん、ほんと寒い。早く休憩、うん、タバコを吸って、ちょっとね、今熱いコーヒーって塗ってないでしょこれピンポーン、なるほど、はい了解。今レーダーつけてるもんですからね、いろいろと音声入ってくるんで、うん、まあこれ入れてもしょうがないんですけどもね、これあのレーザー対応になってませんのでまあ GPS なんでね、あの場所の位置指定は出てくるんですけども、うん、まあ、気休めにつけてます。ということでもうちょいですね、うん、はい、道の駅です。で右の方に行くと堀田の滝です。ホットイン町会、